事故があったのは室蘭市東町4丁目の自動車販売店です。午後3時半ごろ、国道36号線を室蘭方向に直進していたトラックが反対車線に飛び出し、そのまま自動車販売店の駐車場に突っ込みました。トラックは車に次々とぶつかり、押し出される形で乗用車が店舗に衝突しました。この事故でトラックの運転手が意識朦朧状態で病院に搬送されました。警察は事故の原因を詳しく調べています。